人気音楽バンド DREAMS COME TRUE の公式サイトが31日に更新され、4年に一度の大規模ライブドリカムワンダーランド2023公演について、トラブルとなっている来場者による無断撮影投稿行為に言及。改めて会場内は撮影禁止と注意を呼びかけ、発覚した場合はデータの消去没収退場などの対応を講じると発表した。今月1日の札幌公演を皮切りに全国ツアーをスタートさせたドリカムだが、一部ファンが公演の様子を SNS に投稿。公式サイトでは改めて公演当日会場内アナウンスでもお伝えしておりますが、客席内での写真撮影、カメラ、携帯、スマートフォン、タブレットなどの撮影